出なさい、ディスト。ジェイド、あなたがなぜここに？まさか、この私を処刑するために来たのですか？そうできればよかったのですがね。え？いいから出てこいよ、サフィール。ピオニー！マルクトの皇帝がこんなところで何してるんですか？はあ、うちの城の牢獄ってこうなってたのか。暗くてジメジメしてて長居したいところじゃないな。当たり前です。牢が快適でどうするんですか。そりゃそうだ。だからなぜピオニーがいるんです。相変わらずだな。どうしてそれを邪険にするのかね。俺は幼馴染として仲良くしていきたいと思ってるのに。私は思いません。ジェイド、あなたもあなたです。この私を差し置いてこの能天気な男のどこがいいんですか。まったく、いつもいつもうるさくネビリム先生やジェイドにまとわりついて目障りなんですよ。そう嫌うなよ、サフィール。近づかないでください。いいんですか。今あなたの命を握っているのはその大嫌いな皇帝陛下なのですが。え？あなたの身柄は正式にローレライ教団からマルクト帝国へ引き渡されました。つまりあなたを生かすも殺すも陛下次第なんですよ。は？そういうこと。時間がかかっちまったがようやく交渉がうまくいったんだな。この牢から出してやろうと思って迎えに来たんだぜ。さ、出た出た。ほら手を出せ。どういうことです。私は処刑されるのでは。だったら今までほっといたりしませんよ。非常に不本意ではありますが、あなたに死なれると困るのです。ジェイド、それは私が必要ということですか。え、なあ。そうですか。ようやくあなたも私の大切さが分かったのですね。はいはい、そうですとも、そうですとも。世界広しといえどもあなたと肩を並べることができる存在はこの私を置いて他にはありません。もう一度牢に押し込んでもいいでしょうか。ダメだって。しかし相変わらず面白いやったな、サフィールは。どういう意味ですか。はあ、とにかくあなたはこれよりマルクト軍の監視下に入ってもらいます。もちろん脱走などの敵対行動を取った場合には厳しい処分が下されますから覚悟しておいてください。軍の監視か。私に何をさせようというのですか。フォミクリーの研究を再開します。そのための協力者になってもらうということです。フォミクリーを。あなたはですか、ジェイド。勘違いはしないでください。生体フォミクリーのレプリカを作るためではありません。モースやあなたに作り出され地上に取り残された多くのレプリカ、彼らのために何ができるのかを、何をすべきかを考えるために研究をしたいのです。ジェイド、現在私以外にフォミクリンに精通している学者といえばあなたぐらいしかいない。ですから仕方ありません。これから毎日コキ使ってあげますからせいぜい頑張ってくださいね。ではジェイド。はい、あのジェイドがわざわざこんなところまでお前を迎えに来たんだぜ。それだけお前を頼りにしてるってことだぞ、サフィール。私を、ジェイドが。陛下、いい加減なことをおっしゃらないでください。照れるなよ、ジェイド。行きますよ。こんな陰気な場所にこれ以上いたくありませんから。おい、ちょっと待てって。私を置いていかないでください、ジェイド。サフィールのやつ相変わらずだな。だがまあ、これで幼馴染を処刑せずに済んで気が楽になった。本当に良かったのか、私は少し後悔していますよ。お前も相変わらず素直じゃないな。ところで、なんでホミクリーの研究を再開する気になったんだ。陛下こそなぜ以前は怪我人の私を殴ってでもやめさせた研究の再開に許可を出されたのです。あの時とは違うからさ。
死者を蘇らせるための研究ではなく、今生きているレプリカたちのためだろ。ええ、俺は嬉しいんだ。陛下、お前は昔から妙に冷めた子供で、いつか俺たちの知らない手の届かない遠い世界へ行ってしまうんじゃないかと恐れてた。ネビリム先生がいた頃はこれで大丈夫だと思ってたのに、あの事件でなんとか力ずくでこっちの世界へ引っ張り戻した後も、俺は内心ヒヤヒヤしてたんだ。陛下それが今やレプリカたちのために自ら動こうとしてる。お前をそういう風に変えたのはあいつらとの出会いなんだな。ええ、そうですね。確かに私はあの旅で変わったのでしょう。そして自分の罪を忘れないことだけが贖罪だと信じていた私に新たな道を示してくれたのは彼でしたね。俺、ジェイドには感謝してるんだ。ルーク、ジェイドがフォミクリーを発明していなかったら俺はこの世界に生まれてなかったんだなって思って。生まれたからこそこれほど辛い思いをしているのに私が憎いと思わないのですか？それはいろいろ辛いことはあったけど、何も知らないよりはずっといい。怖いことも悲しいことも嬉しいことも楽しいこともある。それが生きてるってことだって俺は知った。だからジェイド、ありがとう。私の犯した罪がそれで消えるわけではありませんが、確かにルークの言葉に私は救われたように思います。だから今ここにいない彼が望んでいたことを私がやりたいと思うんですよ。そうだな、それでいいんじゃないか。大体お前はことを難しく考えすぎだ。人生もうちょっと気楽に過ごした方がいいぞ。あなたはお気楽すぎです。さ、そろそろ仕事に戻ってください。もう少し休ませろよ。抜け出していた分も頑張っていただかないと。皇帝陛下を牢などに連れて行ったことがバレたら私が責任を問われます。さあ。ああ、可愛い方のジェイド、可愛くない方のジェイドが怖い。助けてくれ。陛下、ブーサギと一緒に丸焼きになりたいようですね。わかったわかった、やればいいんだろ。ねえ、大変結構ですね。では私もいろいろとやることがありますので失礼します。なあジェイド、研究の成果期待しているからな。期待にお応えできるようせいぜい頑張りますよ。鬱陶しい助手をこき使って